FX 比較、スノーキーのブログの管理人のスノーキーこと小手川幸哉です。この動画では FX 大損しないためのルール作りについてお話していきたいと思います。画面上に表示されています注意事項を必ずご確認の上、これから先の動画をご覧ください。ということでですね、以前に FX 初心者が大損してしまう理由ということで、まあ、取引の ルール作りができていないからということまではお話しましたその続きですねなのでまあ内容としては初心者さん向けあるいはえこれから始められる方 FX をこれから始められる方向ける内容となっておりますはいえーまずですねいろいろなこうルールを作っていくことが大事で一つ目がね取引数量のルールということで一定の数量を決める例えば1万通貨って決めたら1万通貨でしか取引しないはい で、とは言ってもね、やっぱりあのー、損をしてしまうと取り戻したいとか、あるいはこう、熱くなってしまうタイプの方っていうのは、えー、取引数量をどんどん倍、あのー、例えば一回、えー、ロスカット損切りして、えー、二回目の取引は二万通貨でしてしまったりとか、またそこで損をすると四万通貨とか、あるいはですね、えー、まあ、損切りせずに、えー、また、 買いポジションを持っていて含み損が膨らんでいるのにまた買いポジションを持つという、まあ、取引数量の増やし方をしてしまう、まあ、こういうの難品買いとか難品売りって呼ぶんですけども、まあ、そういったことをしてしまわないためにもこの数量を決めるの下ですね、えー、証拠金を入れすぎない、はい、なんかね証拠金ってあのたっぷり入ってる方が口座に余裕があってお金に余裕があっていいような気もするんですけども実はね えー、お金がいっぱいあることによってポジションを持ちすぎてしまう大きく持ってしまう数量を持ってしまうということが起こり得るのであまりあの入れすぎは良くないと私は思います、はい、なるべくあの必要最低限というか、えーまあ、自分が損失これぐらい出してもいいなと思うその分の余裕だけで十分だと思っております、はいまあ、ちょっと具体的に言いますと、まあ、証拠金が必要証拠金が5万円で、えー 2万円までの損は大丈夫という方は7万円でいいということですね。そこを変にね、えー、50万円とか、まあ、10倍の金額入れると、10倍の数量を持てるということにつながってしまいますので、そういう意味であんまり入れすぎない方がいいと。はいえー、次、値幅のルールですね。はい 値幅のルール、ーこれね、えー、まあ一般的にはね、損傷利大という投資の言葉があります。これは私、ブログの中でも、えーまあ、損傷利大の嘘とかっていうタイトルで、えー、書いたことあるんですけども、まあ、必ずしもね、あのまあ、これ具体的に数字で書きますと、えー、逆差し値10銭、えー、差し値20銭とかということですね。まあ、ここに差をつけるということなんですけども、 私は同じ値幅で OCO がいい。OCO 注文という注文方法があるんですけども、差し値と逆差し値。例えばどちらも10銭ずつ、あるいはスプレッド分を考慮して、差し値は10銭、逆差し値は12銭とかね。ほぼ、ほぼですね。ほぼ同じ値幅がいいのではないか。なぜかと言いますと、FX というのは基本的には上に行くか下に行くかの二択だという、私はそういう考えなんです。じゃあ上に行くか下に行くかという二択を選んだのであれば、 逆に言った場合、まあ、考えが間違っていた場合ですね、まあ、同じだけの,そのリスク、はい、リスクとリターンは同じふうに考えるっていうのが、まあ、私のおすすめというか、まあ、考えですねはいなのでまあ今言ったように10銭ずつとかね、まあ、1円ずつとかまあそういうふうに同じ値幅がいいのではないかなと思いますまあその幅はまあ個人で考えることなんですけどもなとりあえず値幅のルールを作りましょうということですねはい で、あと取引、取引する時間のルールですね。これもね、えーまあ、昼間に仕事をされる方も仕事が終わってから、はい、夕方から、あるいはまあ帰宅してからとかね、えー、そういう時間帯にするようにしましょう。はい。まあ夜の方がね、基本的によく動くことが多いので、まあ通過ペアにもよるんですけども、やはりそのお仕事中はもちろんね、してはいけないし、えー、あるいはお昼休みなんかは動きにくいですし、あるいはポジションを持ったまま、 仕事をするっていうのはやっぱりお仕事にね、えー、支障が出るその気になって、えー、仕事の方がはかどらないということになってしまうと何のための FX なのかということが分からなくなってしまうので、まあ、なるべくあの時間を決めて、えー、仕事と被らないようにするというのがいいかなと思います。はい、あと取引回数のルールですねで取引回数何かと言いますと一日にもう初心者さんは一日に1回でいいと思います。 はい、これなぜかと言いますと取引回数を絞る練習なんですねやみくもう闇雲に取引するようにすると何回でもできますそれも FX の魅力の一つでもあるんですけども1日何往復何往復でもやろうと思えばできますはいってなってきますともうその取引自体が雑になりますし、えーまあ、ポジポジ病といってですね常になんかポジションを持っていないと気が済まないような精神状態になったりもするので 一日に一回、あの、本当のチャンスはどこかっていうのをしっかり見極める練習をまずする。そしてですね、まあ、それが見えてきたらね、あの、3回でも5回でもいいと思うんですけども、まあ、とりあえず絞る練習をしようと。そして最後はこうに書いてますけども、取引しなくても良い。はい。無理に取引しなくてもいいです。チャンスがなければその日はしないというのも、これも大事なね、えー、取引を絞る練習だと思います。はい。以上、ちょっともう一回戻しますね。4つ上げました。 数量のルール、値幅のルール、そして時間のルール、回数のルール。でですね、もちろんここにプラスアルファで、エントリーのタイミングのルール。はい、これはこの動画内ではお話ししませんでしたけども、もちろんね、えー、皆様、いろいろなブログだったりとか、あるいは書籍を読んで、どのようなタイミングが買いのタイミングなのかっていうことは、もう勉強されていると思います。まあ、これはもちろんルール作りがいります。そしてもう一つね、必ず作ってほしいのは、決済注文は出す。 はい、ポジションを持った後には必ず決済注文を出す、えー、それが OCO 注文であったりとか逆差し値注文であったりとか、はい、この決済注文というのは利益確定だけではなくて、まあ、もし予想と違った場合の損失を確定させるための注文も出すようにしてください、はい、ということでね、まあ、今回はこのようなお話でしたけどもこれ以外にも 週末には、えー、来週の為替予想、そして FX バイナリーオプションシステムトレードに関する情報を配信していきますので、チャンネル登録をお願いいたします。そして私のブログはこちらの2つありますので、えー、こちらの検索キーワード、もしくは動画投稿欄に貼っております URL から、えー、見てください。ということで今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。スノーキーこと小手川幸也でした。